私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。二宮和也、二度目の軍兵役をどう演じる？龍騎島からの手紙から約15年の変化に期待。二宮和也が2022年公開予定の映画収容所、ラーゲリ、から期待書、仮、で主演を務めることが発表された。本作で二度目となる軍兵役への抜擢におのずと期待を寄せる人も多いことだろう。二宮といえば、アイドルグループ嵐、現在活動休止中、での活躍に加え、役者としても高い評価を受けている。アイドルに与えられたステレオタイプなイメージを覆すかのように、映画、テレビドラマで卓越した演技力を見せ、多数の賞を受賞してきた。二宮が今回挑戦するのが、シベリアの強制収容所、ラーゲリ、に不当に抑留され捕虜となり、過酷な環境元を生きる山本畑男役だ。氷点下の気候や貧しい食事など、誰もが絶望するような状況でも生きる希望を捨てないという山本役への抜擢に、龍騎島からの手紙、2006年、の西郷役が脳裏をよぎる。クリント・イーストウッド監督作龍騎島からの手紙は、役者、に宮のキャリアにおいて特に言及されてきた映画だった。彼の演技においての実力を語るには外せない作品であり、日本のみならず世界に二宮の名を轟かせた原点でもある。同作は、東京から 1.2 キロほど南に位置する小さな島にて、第二次世界大戦末期に起きた日本軍とアメリカ軍との戦いを描いている。物資も思うように届かずに武器も食料も減っていく中、日本兵は本土を守るための最後の砦として龍騎島を少しでも長く守り抜きこうと戦っていた。二宮はその兵士のうちの一人、陸軍一等兵の西郷昇を演じた。この作品においての西郷は語り部としての役を担いつつ、最も豊かに感情を表現する人物でもある。家族を守るために戦地に行きながらも、その家族のために絶対に生きながらえたいという矛盾を抱えた西郷は、島での自身の境遇を淡々と冷めた様子で受け止めている。かと思えば、その言動は時にユーモラスに表現されることも。また、友の死を前に涙を流し悲しみに暮れ、大切な人の大切なものを奪った米兵には我を忘れて怒りを爆発させる。そして彼が大切な妻に向ける眼差しからは、温かい春のようなぬくもりさえ感じられた。二宮はこうした西郷の一つ一つの感情に寄り添い魂を吹き込み、そこに生きた男をはっきりと描き出す。兵士がまるでゲームの駒のように簡単に死んでいくという戦争の実情が淡々と描かれる作品の中において、西郷が兵士である前に人であり夫であり友であることを強く意識させる役割を担っていると感じた。そんな性を感じさせる役者、二宮が収容所、ラーゲリ、から期待書、仮、に挑む。二宮本人は本作への出演についてただただ帰ることをそう、思って、言ってきますとたった一言のコメントを残しているが、多くを語らない姿が実に二宮らしい。ユーモアがあり、クールな一面を持ちながらも実は心の底に熱い縁を燃やしている。そんな二宮だからこそ、この一文には多くの意味が込められているのだろう。龍騎島からの手紙から約15年が経ち、取り巻く環境も変わる中で二宮自身が役者としても一人の人間としても大きく変化していることは想像に難くない。母と暮れせば、2015年、検察側の罪人、2018年、朝高、2020年、など多くの作品に出演し、それぞれで二宮にしかできない表現で役を全うしてきた。そうした中で再度、二宮のキャリアの土台を固めた軍兵役に挑むことで、さらに開花した生命力を感じられる一作になるのではないだろうか。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。